ナオチンです。さあ今日は海賊無双4の追加キャラクターカイドウのページを見ていきたいと思います。追加キャラクターの発表があった後に公式ページが更新されてました。でそこでカイドウのページがありましたので見てましたら、ちょっとね、驚きの事実がありました。それがなんとこのカイドウスピードタイプなんですよ。まさかの、俺絶対パワータイプかと思ってたんだけども、スピードタイプです。このデカさでよ。いや、このデカさで多分力も相当あるし、さらにスピードもあるってことで、使いやすいだろうね。スピードタイプがやっぱり一番使いやすいと思うので、いいキャラクターになりそうだな。でもう一つ気になるところが、空中攻撃は竜形態になるって書いてあるのよ。空中ではスカイタイプ、どういうことだろう。普通はスピードだけども、ジャンプするとスカイタイプに変化するっていうことなのかな。なんかどんな戦い方をするかちょっと見てみたいですよね。多分おそらく、今日明日ぐらいにはツイッターの方にね、プレイ動画が載るんではないかなと思うんだけども、いやー気になるところ本当に。ではまた情報が出ましたらやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。